おはようございます。12月11日腹筋ローラー256日目、62歳セカンドチャレンジ51日目になりました。今日は暖かかったですね。腹筋ローラーやりやすかったです。ちょっといや、まあやってる最中から、まあ、汗ばむまではいかないですけど、それに近い、感じでした。まあ62歳、何かを始めようと、考えてはいるんですけど、もうあっという間にもう12月の、中、に来てしまいましたね。どうしようかなというところなんですけど、まあちょっと思ったことをやり出せればいいとは思うんですけど、やっぱそれができない、年頃なんですかね、62歳。まあ体も重いし腰も痛いし、夜はもう7時になると眠くなっちゃうし、そうですね、何かをやるにしてもまあ早い時間になる、まあ、限られてしまうのかなとは思いますよね。まあ、日中とか、空いてる時間にっていうことも、まあ、十分可能なわけなんですけど、まあ、そこで体を動かせるか、まあ 体を動かさない何かを始めるか、難しいというか決めかねてるというか、何をやったらいいんですかね。まあそんな、まあ毎日いつもではないんですけど、まあ本当に、考えてはいるんですけど、候補はね、まあ、出てきたりするんですけど、まあそれが果たして、やれるのか楽しいのかといったところで、なかなか決めかねてる。ですね。まあ、セコハンの、バイクでも入手して、63歳になるまでに、まあ、自分で、まあ、レストアの真似事をして、完成させて、ちょっとブンブンというのもまあ楽しいかなと思いますね。まあ今まで、何回かバイク、まあレストアの真似事として仕上げたりしたことがあるので、まあ入りやすいといえば入りやすいのかな。もう少し考えてみたいと思います。また、明日も続けていきますのでよろしくお願いします。